今まで05と64で非常にどっちを使うか迷っていて、今僕は64をずっと使っているんですけど、本当に05と64のいいところを足して2で割った感じかなと思います。まあ、すごく使いやすいラバーだなっていうふうに思いますね。台から下がって打ち合いでも使いやすいし、台についてのカウンタープレーもやりやすい印象ですね。はい、64の場合はスピードはすごい優れてるんですけど、どうしても回転量では05に劣ってしまって、ドライブした回転打ちなんかも非常に難しいんですけど、そういう部分を80では克服しているんじゃないかなと思います。05は回転はすごくかかるんですけど、逆にスピードが64に比べて劣ってしまうんで、64より回転がかかって05よりスピードが出るのが80だと思います。本当に使いやすいラバーで、はい、いろんなプレーが平均的にやりやすい、バランスのすごくいいラバーだと思います。もし使うのであればバック側に僕は使ってみたいと思いますね。回転が非常にかかることと、あとはカウンターもやりやすいので、今まで64を使ってた時にカウンターっていうのは非常に難しい技術でなかなかできなかったんですけど、80ならカウンターができるんじゃないかなっていう、フォアでも攻めれるし、バックでも攻めれることができるんじゃないかなと思います。前陣で攻撃するときは非常に回転がかかって安定したプレーができましたね。また台上なんかも非常に安定してやりやすくて隙のないラバーだと思います。弱点がないんじゃないかなと思います。全てのプレーが何でもやりやすいっていうか、本当に下がっての打ち合いもやりやすいですし、台についてのカウンタープレーもやりやすいので、本当にいろんな選手に使っていただけるラバーじゃないかなと思います。オールラウンドのプレースタイルの人に非常に合っていると思いますね。前中陣、また後陣でプレーする、どの領域でもプレーする人にとって一番合っているラバーだと思います。普通のラバーっていうのはスピードに優れている、もしくはスピンに優れているどちらかによるんですけど、そのちょうど空いたっていう感じでボールのスピードもあるし、それプラス回転も勝っているので、すごい押されますね。防ぎきれないようなボールが来ました。